どうも、加藤直哉です。さあ今回、なんと番組制作スタッフからこんなものが来ました。でん、加藤直哉を登らせてみたい。例えば鉄塔とか。なんすかこれ、鉄塔って登れるんですか？許可が出ればでしょうけどね。まあ、確かに登ってみたい。でそういうとあれですよ、またこのコメント欄にこう、うわーってさ、あの無理だろうっていうところを登らせてみようみたいなご意見がたくさん来ると思うんですが、正直興味あります。今回もシリーズ化させましょう。こういう風にしてみました。ということで、続くんでしょうかこのシリーズ。でもあれでしょ、登るところあらば続くだろう、なければしばらくお休み、そして新たに出てくればまた始まる的な、そこに山があるならば的な、そんな感じかと思うんですけど、でも確かにちょっと私もね、もう早速気になってる場所あるんで行ってみたいと思います。清水北地区になるのかな、福井市内ので、公民館があるんでちょっと行ってきます。こんにちは。すいません、ちょっといいですか、お話お聞きしたいんですけど、あのそこ道ずっと行くとカーブしてるところ行って、なんか上に白い展望台みたいなものがあるんですよ。あれ公園、昔からあるんですか？遡る。そう。はあ、なるほど。わかりました。では、ちょっと登ってみたいと思います。ありがとうございます、どうも。わかりました。五号公園っていうところみたいですね。ちょうど後ろに、小学校があるんですけども、ちょっと、行ってきましょう。あの辺。あれだ。階段、ここから行けるんだ。これどうよ。ああ結構あるね。結構、あでもそんなことでもないかな。お、比較的小幅ですねこれね。大人の足だとちょっとかかとが乗らないぐらいの階段だから、普段から子供たちが小学校も児童館もあるんで利用してるんでしょうね。おそらくここ駆け上がったり。あった、ドームのような形した屋根の、なんだろうあれ。あった。本当に1号2号の5号って書くんだ。現在地。あ、トイレだ、お手洗いだったか。おお、すごい見晴らしがいいですね。うーわ、 9.98 スタジアム、県営球場もありますね。すごい、奥にまた階段があって、うわ自然満喫って感じ。もうそよ風の音が聞こえてくるもん。登ってみたら絶景でした。気持ちいいです。さあ今後どんなところに登るんでしょうか。登れるのか、登ってみてほしい、挑戦してみてほしい、そういうところお待ちしています。コメント欄まで。